みんなやけに綺麗な感じで整列してますね。犬の秘密基地なの始まるよ。チュールは美味しいな。どうも犬の秘密基地です。チュールに夢中で気づかなかったけど、ふっと気づけば囲まれてた。チワックスのマナちゃんはバックしてマイハウスの中でおやつを食べます。こうすれば囲まれずに集中して食べれます。ベリーちゃんにもおやつをあげると、やはりノーガードだとみんなに囲まれちゃいます。トイプードルのマロンくんもおやつを食べます。モカくんもこっそりとおやつ食べます。トイプードルのココちゃんはこちょこちょされて楽しそうです。おっと、みんなやけに綺麗な感じで整列してますね。マナちゃんだけ後ろに隠れる。パピヨンのルー君、ペロリ。マナちゃんは一人マイバッグの中で休みます。みんなマナちゃんの出待ち。今日のシュー&ワタロー、みんな今日も仲良く遊べてました。最後の方でもクー君はやっぱり一人クーダンスをやっています。今日はみんなちょっと興味があるのか、クーダンスに近づいています。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。